はは。はい、んこんにちは私は格ゲー素人です。差し合いの中で投げを狙うタイミングが分かりませんダウンを取って起き上がりに投げを狙うというセットプレーは分かりますが差し合いの中で近づいて投げ狙っても殴られ,殴られませんか私は殴られますうん密着状態でもガーをされても、えー、問題ない小技をペチペチした方がリスクが少ない気がします 格ゲーのすいままも知り尽くしてハイタニさんご教授ください。これは面白いやつだね格ゲーの。これねあのね格ゲーの差し合いであの投げに行くっていうのはあのー、FPS で安全エリアを広げていくっていうのにちょっと似てるなと思った。そのまず最初に一番長いリーチが。 一番リーチが長い技が当たる距離でまず読み合いが発生するわけじゃないですか。まあそれが例えば大キックやとして。で、その大キックをまずじゃあ相手に見せるか見せないかのこう読み合いをするわけやん。で、相手はこの大キックを警戒してるなと思ったら、警戒してガードしてるなと思ったら、その中の前まで入れるわけやん。で、次はじゃあ中足ですと。で、中足の前にまで行けて、で、次はその読み合いになって、で、その中足も相手が警戒してるなと思ったら、さらにその中に入れてっていう。まあ、 それがまあ投げからの割と基本なんですけどだいきなり投げに行っても,もちろん投げれないです。その他に布石がないんで,でどん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 その距離を縮めていって最後はあの有利を取れる例えば中パンチと投げとかの略になるんですよね。まだ投げに行きたかったらまず歩いて通常技をガードさせに行くところからですね。あ,あとはその,差し合いの中で相手が 一瞬やっぱ固まる瞬間ってあるんですよ。例えばまあ一番じゃあ分かりやすい瞬間とかで言うと、相手が垂直ジャンプするとするじゃないですか。で垂直ジャンプしました。で、着地しましたと。で、その瞬間はみんなガードしてます。例えばですけどね。そこで最速でわざわざす人はいないです。もう明らかにその、そこが着地の隙を攻撃するっていうのの瞬間がわかるから、なんかあるんですよね、格ゲでその。この瞬間はまあ基本的にガードしてるみたいな。 っていうのがあって、まあ、それを逆手にとって、まあ、投げに行ったりとか、いろいろ読み合いがあるんですけど、で、その、ここで、まあ、ガードしながらやってるよねっていうのが、人によってもあるし、試合展開によってもあるんで、そういうのを、まあ、差し合いしながら、見るって感じですかね。あ、この人差し合いしながら、このリズムでガード入れてるな、みたいな。ここでガードして、しばらくガードして、相手の様子を見てから、歩いたりとか、技振ったりしてるなとかっていう、そういうリズムみたいなのがあるんですよ、人によって。 で差し合いによっても変わってくるんですけどでそこの隙間をまあ投げるっていうのが差し合いの中での投げですねだ結構その球とかあるキャラはやっぱりすごいその差し合いで投げに行きやすいですだ波動圏打つかな歩くかでもう痛くなってるんで、うん、もうこっちはその球打,つ打ってるって状況やったら相手はもう剣装技出したら負けるからじゃあ相手そこで技出せないやったらその,その分歩けるよねっていう風になるんでまあでもこれできると本当に気持ちいいんですよねまあ俺がその投げキャラが好きな理由が一番がこれなんですよねその 隙間に投げに行けるっていうのが一番好きでこれはぜひね習得してほしいですねこの技術は本当に気持ちいいんでいきなり投げるの差し合いでだセットプレーの投げもまあいいんですけどセットプレーの投げより絶対こっちの方が気持ちいいですと俺は思う俺は好きですね